応、まあ、ロケマサのファンじゃない人も見たときに、はいはいはい、名前の由来、これだから知らないと思うやん、まあ、これめっちゃ聞かれるんすよね、本当にこれめっちゃ多分、まあ、ちょっと喋っとうけど、ヒカルとかが。でも、ヒカルさん結構言ってますけどね。うん。でもまあ、その、知らん人もおるんじゃない？まあ、確かに。これはね、その、僕が、だからまあ、ヒカルゲームズって今今度上がってるチャンネルあるじゃないですか。はいはいはい。このチャンネルが、まあ、大体登録者7000人とか、ぐらいの時に、うん、まあ、僕がヒカルゲームズを知って、存在を。まあ、もちろん視聴者の頃ですよね、僕が。はいはいはい。その時に、僕の YouTube の名前が、なんかその、R っていうイニシャルを入れてたんですよ。うん。まあ、R っていう、その、英語がかっこよくて好きだったの。でその後に本名のマサっていうのを後に入れてて、うん、で誕生日の1031みたいな感じのアカウント名してたんですよ。でその時に、まあ、ヒカルさんと、まあ、スカイプ生放送とか喋るなって、で名前何にするみたいな、名前何にするっていうか、お前ロケマサみたいな感じになって、あそうそうそう、感じですよね、なんか確かに名前何にするというか、うん、なんかそのアカウント名見てヒカルさんが僕のことをロケマサって呼び出したからロケマサになったっていう、でもほんと何もね、あれですよね、まあ、それだけやもん、うん、もうそこからさ漫画のドンケツはね、僕はだからドンケツのこととか知らなかったですからね、なんかロケマス的には、うん、そのロケマサっていう名前でやっぱ聞いたん、いや、まあでもいやだから何ですか、そのかっこよくないと思ってますよ、あ、かっこよくないと思ってん、いやそれはそうじゃないですか、ロケマスかっこいいっすか名前いやまあ結構いかつめの名前やなって、まあまあまあ、それは漫画の主人公の想像があるからじゃないですか、うん、僕漫画読んでなかったんで、なんかないからいいんかなと思うけど俺は、それないやねロケマサっていう名前が、まあね、かぶらないですよね漫画の主人公以外に、まあ名人よりは良かったかなって思いますそれを言うなら、まだロケマサの方があ、名人だロケマサだったらロケマサがいい、そうっす、名人だとやっぱりもう名人っていう名人がいっぱいじゃないですか、あー確かに、そう他にね、そう将棋名人とかロケマサって言ったらドンケツのロケマサが YouTuber のロケマサしかいないんで、まだこの世にかぶってないから、かぶってないんでいいと、そうっす、そかっこいいかっこ悪いとかじゃなくて、かぶってないっていう意味でロケマサでいいってことですね、なるほどね、はい